ええいや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 ちょっとお<ー>はいどうも皆さんこんにちは動画プタッですこの動画を再生していただきありがとうございますこの動画アニメ役所の動画となっております必ず今回登録アニメ本編をご利いただきに再生してお楽しみくださいというわけで今回大町第3期12話最終回のセ者を見ていきたいと思いますよろしくお願いします<タッ> ええと、どんどんと、えー、今季のアニメが最終回迎え始めております。この前に放送していた魔女の旅旅も終わりまして、まあ、この断末に関しても今回最終回ということで、断末に関してはね、ワンクールでやる必要ないと思うんですけどね、特に今回のタイトルというかテーマまあ、それを考えるとね、ツークール分くらい使ってもいいんじゃないかなと僕は思ったんですけども、皆さんはね、どう感じたでしょうか、えー、前回ね、えー、ティオーナだったりアイズさんだっっったたたりりさんていうまたバトル まあアイもそうですけどもまあいろんなところでねいろんなキャラクターたちがぶつかり合ってまあ最終的に見逃してくれる人もいればね、まあ、勝敗がつく戦いもあったりなんかしたわけなんですけどもまあそんな中やっぱりねベル君とアイズさんの戦いまあこの中で両者一歩も引けないね理由を持ってまあ背景があってのバトルだったんですけどまあそこのね結果を動かしたというかまあ最終的なね勝敗を分けた要因はウィーネかなとあのウィーネがね戻って飛び出してって自分の 全部取って羽をぐというねその覚悟を見せたことによって、まあ、アイズさんが殺せないっていう形になって、まあなんとかね、ビーブルと呼ばれる、まあゼノスたち、ビーネたちをね、まあ逃すことに成功したわけなんですが、その後ですよ、まあまさかまさかのヘルメスさんが現れまして、まあなんだかただならぬ終わり方をしたわけなんですが、その続きこの後どうなっていくかですね。 ま本編映る前にね、ちょっと僕が気にしてる部分いくつか挙げさせていただくと、まあ神様が持ってたダイダロスの手記ね、まあ,あれが前回水に濡れたことによって、あれがどういったものだったのか、まあさらにはエイナさんにね、ヘルメスが渡してた腕は、あれが結局ベル君の元に行ってないことがどうなってくるのか、で、この二つに加えてまだ出てきてないミノちゃんがどう動くか、さらにはオッタルですね、このオッタルがどういう風な形で登場してくるのか、まだ出てきてないじゃないですか。さらにはまあヘファイストファミリアとかが動いてくれてる中で、 武三和さんのグループとかね神様も出てきてないのでここら辺がどう出てくるのかまあ出てこないのかなここはね、まあ、ここら辺ちょっと気にしながら、えー、今回の最終回見ていきたいなと思っておりますというわけで皆さんも録画したものもしくはビジョ「ビデンでワンド使って一緒にお楽しみください、えー、簡単なご案内挟みまして本編スタートですよろしく頼むぞ あ、これはミノちゃんでしょうもうこの足音はね。あのヘルメスさんのラストを打開するために動いてるのか、何なのか。あやっぱ片腕失ったのはもうどうにもならない状況なんだね。ここ,こに現れるのはおったるー冒頭に話してた。えカトここって顔見知りなんだっけ 求めるものベル君かな w ね。なんだろう。あ、ベル君だ。ええあの時戦ったミノちゃんが転生して、ダンジョンの中で生まれ変わったのがこの子なのもしかして。そういうことだってあれ初期に倒したミノタオルスでしょ。 <laughs> ここに来ての衝撃の過去だよ。そしておったるは何だったの早速ね、あの冒頭にいくつか気になる部分っていう話したけど、あのみのちゃんと知り合いで特にあいつを止めることもなく行かせるんだね。それが託されてたことなのかな何なんだろう で、あの記憶を持ったみのちゃんがベル君に会って何をするかだよね。何を話すか。えー、てことはけど逆を言えばさ、あのみのちゃんはさ、ヘルメスさんのところにはまだたどり着いてないわけだ。どうなっちゃうのヘルメスさんの方。誰か止めてくれる人がいないとさ、本当に殺す気でいるならウィーネたちを。いや、マジで、マジであのヘルメスの動きだけは毎回読めないね。 何考えてんのか、本気で殺す気でいるのかどうかだよ、まずで。もし本気で殺す気でいるとしたら、あそこに誰か来ないのかなアイズとかベル君とか、ミノちゃんも足止めだし。もう、あと誰がいるのって話なんだよね。ミコトとかもみんな出てきちゃってるしさ。や、さあ、アルゴヌート。 これさ、死ねって言ってる間にさ、連れてきてんのアソフィーだけだからさ、このメンツじゃさ、歯向かわれたら血とたまりもないんじゃない何いや、こんな行き止まりにいたらね。なんだよ。何させたいのいや、こっちはこっちでね。 そういうこと偽物だったんだね。なんか出てきたとかじゃなくて新しい文字が。もう全部こいつが仕組んだんだ、やっぱり。信じられないやっちゃう。こんな危険な状況で何考えてるのってことは、ウィーネが危ないってなるでしょう。なあ、わかんないな。 <laughs> 仕草が可愛いな <laughs>。間違いない。そうなってくるとやっぱユイナーさんに渡した腕輪とかも気になるよね。何えゼノスたちじゃないヘルメスにお願いされてなんかやってんのか上上。上 いやいや何、何なんでわざわざまた地上に出てきちゃったのえ襲うのまさか人。人そしたらもうダメじゃん。今までの努力。ウィーネが築き上げた努力。ティオナとかアイズ。ええー、嘘でしょ何をてか目が赤いけどみんな。これは操られてんのか どうなってるいやいや、ラストのラストにこんなことして大丈夫なのどうやって収まりつけるの話のいや、本当よ。全くわからない。そしてロキファミリアは何を思うだろうね。え 仕事でえベル君いや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 そうだけどさ相手は全ちょっとどうなっちゃうのもう <laughs> それで、ね、えー いやいやいや、それで承諾して出てきたわけ。まあ、ウィーネはその場にいないけど、ゼノス。まあ、リードもいなかったね。言い方。いやー、最後に男見せるわ。最悪だな。 けど、それはそれでまたいろいろ考えてんだろうな。まあ、エルメスさんはあれだもんね。ベルクに対して異常に、あ腕は、やっぱ出てきたやっぱあれがなんかあるんだね。渡してなかった。まずいベルク複雑だね。 なんなんだろうあの腕輪は、そして。ああ、そうなんだ。やっぱり。違我が,がないんだ。 じゃあベル君に渡しててなくてもかかったのかそれまでが狙ってたのヘルメスさんすごくないか前からなんかゼウスの子とか言ってさ祭り上げてたもんねヘルメスは。 ちょっとちょっとこれじゃあ、ウィーネが地上に出てこれないじゃんほら、もうベルに対してはちょっと必要な。いや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 ちょっと偏った愛がすごい。 リード。熱いわ、お前も。えそれでもなお、グロスさんたちは撃たないんじゃないベル君。この状況ですら、ヘルメスの筋書き通りに動かないでしょう、きっと。 ああ、けど、そんなことしてるとそうなんだよね。もう、どうすんだよ。いやー全然字が失ってないやん。いやーやるかベル君が。やるかやりますちいちゃんゼウス 自分で考えて行動しろってな。ああ、しまった <laughs> ほーら、誰も予想してなかった。ああ、どうなのよ。これで。さまみろ。 うわ、もうヘルメス。本当に本当にそんなやつのまだ信じてんだけど。ねえ、まだ心のどこかでヘルメスさんそんなことしてない。そんな悪いやつじゃないって信じたいんだけど。ミノさんこれはどうよヘルメスさん予想外かい計算内かいてかこいつもかかってんじゃん。 やばくねえかこれは。いくら片腕でも相手は。レベル6のパーティー、やばくねえかええー、えやい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 やちょっと。やばいだろう。 のここでいや、語り合いに来たんじゃないのお前。あやっぱ狂っちゃってるせいかあれベル君なんか分かっちゃった感じねえ。さあ、これでどうなるかなみのちゃんは何を話すんだろう ベル君といや話すつもりねえのかなも速攻バトルかこっからまた。いやバトルになったらさあ前世っていうのか 最強の攻撃手って言ってるあんた今じゃレベル6くらいでしょ片腕ないって言ってもさ、この後ベル君やるんだろきっと。いや戦士だね。 逆にこれでこのアステリオスをここで撃つことになればビーブルの中で一番強いからベル君のお名が返上されるヘルメスのパターンになっちゃうんじゃないか。ねえ。だったらもう他のゼノスたちと戦う必要ないじゃん。始まるわ。いや、どうなの片腕って言ってもさ、ベル君勝てる相手なのか、これ。 えなんだあ,あ、マジックアイテムねお前らはどういうことんあれもうグロスたちがどういうことどういうこといつの間にいつの間に我に帰って説得に応じてなんかこんなことになってんのめっちゃあしょられたっぽいね。俺知らないけどさ、原作。 いやいや、今のベル君じゃあちょっときついっしょ。けどここに勝たないと、でこのアステリオス一人でなんとか場は収まる形になるんじゃないか、やっつければ、さえすれば。いやー、いやいやいや、だってさ、 ロキファミリアですら苦戦した相手だぜ。んなんだあなんだっけこいつら、おったるんとこの名前出てこねえわ。やばいやばい。やばいやばい。急にここに来て。ロキファミリアに対してあれかな手出しすんだ的な感じかね そういういふうに動けって言われてたんだ神様にいやありがたいっちゃありがたいけどこの先の結末はどうなるのねえお前のせいでめちゃくちゃ。 だよね。いや、ヘルメス、お前。ちょっと一人よがりがすごすぎる。もうダメだわ。いや。あマジ折れちゃったよ。 これまたファイヤーボルトで倒す感じですか体の中に。そんなことないよね。お応援すんの <laughs> お前、おっさんあおったるのマジかいいや、倒さざるを援んな、こうなると。 うるせえよ。もうヘルメスさんの人気さ、すげえ落ちたんじゃない今回。あなたああ。もう全部フレイヤーの思う通りなのか。横取りされちゃったんだね。 いや <laughs> 上には上がいるね。いや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 。てっきりベル君はね、こっち側のにビーブル系の人たちを倒す感じはないかと思ったけど、ああやって名前名乗って祈られたからにはあかねえしゃ。そうそう、男の戦いっぽくなっちゃったからね、もう。 いや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 、うわ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 、いろいろと今までの装備が。ああ、なにしんどそうだね。ああ、やっぱファイヤーボルトですか、ここで。ああ、決めるかいやどうなっちゃうの、この決着。 ああ英雄の一撃きます <laughs> これは決まりますね。みんなボロボロ。みんなが見届けてる中でねあ、竹ピカツシさん結局ここでしか出てこない。えなになにあー、獣としてのね。決まる、これは決まったわ。 このセリフ出て負けるわけがない。けどなんか可哀いそうこのみのちゃん。いや、すごくねえか。受け止めたの。武器なしで。すご。弾かれたけど。嘘でしょ。いや、強すぎません。なんだ なに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 やばくないやばいだろう。いや、死ぬって。死ぬって。いや、ごはじゃなくて、こんなの。やば。ああはははは。 アステリオス死なないパターンね。よかったよかったしかも地下にも行けたし。カーネージャーのとこから。バカじゃない。撤退はさせた風に見えるんじゃない街の人たちからすれば。 誰も死なずに済んだよベルく悔しかねえあ、ウィネソンここにいたなんてなんであなたいるの よかった。よかった、よかった。てか、これで終わり <laughs> よかったね。よかったね、二人。いやいや、よかった。ウィー いや、けど、ウィーネが結局地上に戻る展開になってない。すげえな、片腕失って。また先々出てくんだね、一生いっぱいだし。あ、そういうことになってるんだ。思ってて。 だから地上に出るのには失敗しちゃったんだね都合のいいようにできてんね、まあ、また株も上がっちゃうんじゃんベル君ビーネがいないね いやーここでもういるパターンだと思ってたんだけどなさすがにそこまでいかないのか。負けたことでね。おいおいどんな辛しどの辛下げてきたんだ、こいつ。いやーもうほんと、ほんとだわ。もう、それじゃ済まないだろ。もっとやれよ。 さんと修行ですか <laughs> あんなことがあってもね来てくれるんだね。 <laughs> やっぱり <laughs>。いやいやあんなことあっても来てますやん。アイズさん。<笑>微笑ましい。強くなりたいですか <laughs> だと思った。<laughs> ああ、こういう終わり方なんだ。なるほど。 特報何劇場版何 ?OVA 会 !OVA 会おいおい おられるように温泉を止めるのは間違っているだろうかいや間違ってないみたいわちょっと OVA 気になるなっていうところで、えー、今回の第3期が終わってしまいましたねえーとねまあ、冒頭からあったモンスターとの人種問題的な問題はなんか抜本的な解決はやっぱ結局見られないまま終わってしまいましたね僕の中では今回のストーリーの中でまあね地上にいる人間まあ冒険者たちとまあ、地下にいるあのビーブルって呼ばれるゼノスたち、まあえて 彼らがまあ最終的には和解して地上に暮らせるようにするための活躍がベル君のまあ、ベル君のっていうかベル君を通して描かれるのかなって思ってたんですけどまあそこまではさすがに行かなかったとまあ、一度はね地上を夢見て憧れて出てきたもののまあ、最終的にはまたねヴィーネたちもダンジョンに潜ることになってしまった でまあ、途中でよすまあ、ウィーネが出てきた頃に予想してたねウィーネがパーティーメンバーになるんじゃないかなっていうのはまあまあ先送りみたいな感じなんでしょうかねで最終的に暗躍してたヘルメスの思い通りのとはいかずあいつのベル君への個室というか、まあ、偏った愛みたいなね。 まあ、そんなところからの行動だったと思うんですけど、まあ、それも全部フレイヤーさんに邪魔されて、まあ、ロキファミリアもオッタルたちのせいで近づけず、ベル君はね、アステリオスと一騎打ちをすることによってね、まあ、負けてしまうっていう結末になったものの、まあ、最終的にビーブルと呼ばれる者たちは全員で地下に避難することが成功したわけで、そしてヘルメスの夢は砕かれ、まあ、ベル君は、さらに強くなりたいと願いましたと。まあ、そんな感じでね、まあ、物語は締めくくられたわけなんで ハルヒメのね、気持ち、ちょっと泣いてたあの、ハルヒメの気持ちは痛いほど分かって、まあそこまでね、みんなで頑張ってね、ファミリアのメンツで動いてね、最終的にね、あの場所にね、ウィーネがいないっていうのは寂しいでしょうね。まあ最終的に地上の人たちも理解してもらえず、まあベル君が撃退したっていう形でね、終わってしまうっていうのは、まあベル君にとっても本望じゃないし、ベストな形で終わったわけじゃないっていうところで、まこの先ね、ラノベがどういう展開してるかちょっとわからないんですけど、まぁ、ミノちゃんもね、一生いっぱいだって言って、 わけだしね、まあ、この先その決着はつければいいし。 ウィ、まあ、ーネの方は、まあ、アイズとかティオナとかねある程度一点の理解を得てるわけで、まあ、少しずつ少しずつねまた広めていけばいいのかなと思っておりますはいというわけで、えー、今回3ヶ月ねお送りさせていただきましたダンマチのリアクションに関しても、えー、今回が最終話ということでまたね、えー、4期が始まりましたら必ずリアクションさせていただきたいと思っておりますそしてね、えー、来年から、えー、年明け早々ねビッグタイトルのアニメがいっぱい出てきますのでそちらリアクションさせていただきたいと思いますので引き続きどうぞよろ よろししくお願いしますそれでは最後になりますが皆さんの段待ち最終話への感想だったり僕のリアクションに対するコメントなどお待ちしております。以上動画部突がお送りしました。バイバイ。